はい、こんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も新日本を一緒に読もうのコーナーをやっていこうと思います。新日本 AI ×データ時代における日本の再生と人材育成、安宅和人さんの書かれた本です。去年の終わりに書かれていて、今年の初めぐらいに出版されてるんですけれども、これをまあずっと読んでいって、少しずつ感想とかポイントをお話ししています。今回は第4章、未来を作る人をどう育てるかの中の3番目、未来を仕掛ける人を育てる6つのポイントということなんですね。やっぱりこう、日本のこれからの、まあ、新日本ですよね、これからの日本をどう作っていくかっていう時にですね、やっぱりすごい重要なのが人材で、その人材をどう育てていくかというのをこう漠然とやっていても、なかなか今まで通りの教育みたいになってしまうので、未来を仕掛けるっていうことができる、そういう人を育てるためには、ポイントが6つありますということです。そうですね、育成の6つのポイント、まず1つ目が意思、自分らしさ、憧れということで、まあ、日本の現在の教育はここの部分を育てるっていうことを本当に置いてきてしまっていて、なんでしょうね、やっぱりみんな同じことができるとか、一定ラインを超えられるように、やってる計算ドリルやるとか、小学校だったら漢字を一生懸命覚えるとかね、まあ、でも、そういうのってもうね、スマホとか他のものがやってくれるじゃないですか。計算とかも計算機があるし、だから、まあ、そういうスマホとかパソコンがあれば大丈夫だということで、まあ、ざっくりなんか分かればいいぐらいの感じで、それよりも、まあ、そういうところに時間をかけるよりも、それをやるなということではないんですけど、そういうことにの時間をかけるよりも、もっとその人らしさとか、なんかこう自分がなんていうのかな、こうすごい好きだとか、あ、こういうふうになりたいって憧れるとか、そういうところを心の部分というのかな、そういう意思とかそういうものをね、育てていくということが重要でしょうということです。まあ、すごい欠けている部分ですよね。やっぱり高校入試だったり大学入試に向けて、小学校どうかな、中学校とかもそこに向けていくっていうような教育の仕方になっているので、まあ、それを変えていく必要がありますということです。まあ、その人なりの心のベクトルを育てることが教育の最大命題の一つであることを強く認識するということなんですね。まあ、でも教育課程とかね、教科書とかもそれがもう決まっているものをね、変えていくのってなかなか難しいと思うんですけれども、もうなんていうのかな、まあでもやっぱり親とか教育関係者の人とかがそういう意思を持って取り組んでいくってことは、まあ、重要なんじゃないかと思います。なんかね、ここに書いてある中では、まあ、何を教えるにしても、作業内容ではなく意味目的を主として教える、なんかやり方を教えるんじゃなくって、それはなんかマシンの代わりになれる人を育ててるようなものなので、そうじゃなくって、まあ、道具を使いながら何のためにやるのか、これやってるのはどういう意味なのかっていうことを、まあ、主として教えていくということですね。法律をただ守るべき絶対的なものとして教えるんじゃなくて、どうして法律というものができたのかとか、どうして法律が必要なのか、ルールがなかったらどうなるのか、どうなってしまうのかとかね、まあ、そういうものを、まあ、グループディスカッションするとか、シミュレーションするとか、数学でもただ公式を覚えて難しい問題を解かせるっていうよりも、この数学を使って、この公式を使うことによって何ができるのか、道具として何に対して使えるのかっていうことをね、知るっていうのは非常に大事ではないかということです。で、2つ目としては、スポンジのようにただただ吸収させるだけではなくって、まあ、そういうことよりも実際に体験したりとか、実際にその人が何を感じるかとか、何に引っかかるかっていうことを、まあ、そこにポイントを置くというか優先して、そこから生まれてくる気持ちを育てる、
っていうことですね。まあ、前にも言いましたけれど、何に気づいていくか、自分が何に気づいていくか、その子が何を感じて何を新しい気づきとして得ていくかということが重要ですと。で、第3に、これなんかいいなと思ったんですけど、近代現代に偉業を成し遂げた人の過度に偶像化されていない話に触れ考えさせる、まあ、有名な歴史的な人物とか、その人たちがなぜそのようなことを考えたりとか行動を起こしたのかっていうのを、何でしょうね、偉人としてのなんか素晴らしい面だけじゃなくって、まあ、失敗もいっぱいしたりとか、実は何だろうな、もうすごい天才なんだけれども周りとは全然うまく、コミュニケーションが取れてなくて非常に問題ある人だったとかね、そういうことっていろいろあるじゃないですか。でそういうのをね、たくさん読んだり知ったりして、なんかそのなんか自分もやっぱり若者たちってすごい悩んだりとか、あ、できないことがいっぱいあるなとか、壁がいっぱいあるなとか、これやりたいけれども全然実現するための手立てがないなっていうような悩みがあると思うんですけど、実際に歴史を変えてきた科学者だったり、そういう政治家だったり偉業を成し遂げた人たちっていうのも同じように若い頃迷ったり壁にぶち当たったりしながら何かを変えていったり突破口を開いていったっていう、そういう人間としての物語、人間らしさとかをね知っていくといいんじゃないでしょうかということです。いやこれね、読んでて私以前ですね、量子力学のハイゼンベルグっていう人のね、その人の書いた部分と全体っていう本を、まあ、なんかもすごい超難解な本なんですけど、それを何回も輪読って言ってみんなで一緒に読む会っていうのを何回もやっていたんですね。その中にはハイゼンベルクだけじゃなくて、ニルス・ボーアとか、アインシュタインとか、有名な物理学者がいっぱい出てくるんですね。1930年代ぐらいから、まあ、戦争を経てその後みたいな、そのぐらいの時代の、科学者同士の対話がまあ中心に書かれた本なんですけれども、もうなんかその中で本当にこう教科書に出てくるような偉人たちがですね、すごいこうなんかやり合っている様子とかなんか知っていて、それを知って何になるのかっていうのは、まあ、当時あったわけですけれども、なんかね今本当いろんなことをまた新しく勉強したりとかしている中で、あの時代にはあの人たちが、ドイツでねああいうふうにやってたんだなみたいなことがこう引っかかりとして出てきたりとか、まあ、いろいろあるわけですよ。ですから、まあ、物語小説でもいいし映画とかでもいいしドキュメンタリーとかでもいいし、まあ、いろいろねその自分の自分にとってすごく必要な直近で必要な勉強だけじゃなくっていろんなものに触れていくっていうのは非常にいいことだと思います。はい、そうですね、あと本を読み映画も見るべきだというふうに書かれておりますが、そうですよ、映画いいですよ、映画館も再開しているので皆さんも行きましょう映画他にもね、友人と過ごす時間、恋人、家族との時間も大切だということで、やっぱり恋愛とかもまあ、若い間にすごいたくさんして、たくさんじゃなくてもいいかもしれないけど、その恋愛をしたり友人と、まあ、喧嘩したり飲み明かしたりとか、まあ、ゲームしまくったりとかね、なんか何でもいいと思うんですけど、すごくそういう時間も非常に大事ですと、だからやっぱりこう目の前の成果ばかりに行かないでいろんな寄り道をなんか若い時するといいですよね。あと新たな分野や土地での経験や留学など、そういう自分の深い幅を広げる試みも、若い時でないとペイしないことが多いということで、やっぱり若い感性で、身につけるとか感じられるものってすごくあると思うんです。今ほんとこうちょっと海外に出にくくなっているので留学とかもしにくいと思うんですけれども、私はその高校留学する子どもたちとたくさん関わってきたんですが、まあ、あとは小学校ぐらいからねいろんな国にホームステイに行ったりとかする子たちとも関わってきたんですけど、やっぱり1年間留学するってねすっごい大きいんですよね。でうちの娘も高校と大学と同じ国に
それぞれ1年ずつ留学しているんですけれども、高校で留学するのと大学で留学するのって本当に全然違うんですね。大学っていうのはもう大人扱いですよね。寮に入って大人として扱われて自分で何でもしなさいっていう感じなんですが、高校の留学っていうのはやっぱり、まあ、ホームステイで行ったので、その家庭の中に入ってそこの家の子供になって、現地の高校に通うっていうね、まあ、すごい貴重な体験をさせていただきました、まあ、あれは何でしょうね、同じ1年行くとしても、うん、やっぱり10代で行くのと30ぐらいになって会社辞めても1回行きましょうっていうのとはもう全然違うと思うんですね。ですから機会があるならば、うん、そういう経験も非常にいいんじゃないかと思います、はい、4つ目に、その人らしい知覚と深みの育成を阻害している仕組みを取り除く。もうこれは本当にそうです。これはもう子供じゃなくてもみんなそうだと思うんですけど、その人らしさを発揮するという個性を発揮するっていう風になった時に、やっぱりすごい制約条件っていうのがいろいろあります。もちろん自分の心のブロックがあったりとかいろいろなんですが、まあ、一番大きいのは環境ですよね。環境、周りの環境とかそういうものがすごい阻害していくので、まあ、学校で言えばなんかそうですね、制服とか、まあ、不要なルール多いですよね日本。今はどうなんでしょうね。今も厳しいんですかね、髪の毛とか学校によるんですかね。そういう、まあ、言ってしまえばどうでもいいことに過度にコントロールするようなことをするのをやめるということです。はい、まあやっぱり多様性をしっかりと認めていくっていうこのベースのところですよね。自分が小さい頃とか子どもの頃に多様性が認められない中にいたら、それに反発する子ももちろんいるんでしょうけど、なんかそういうものだって、社会というのは、世界というのはそういうものだと思って、まあ、そこの中で諦めてしまったりとか過剰に反発して、なんかこうやってやらなきゃみたいになったり、そういうのいらないですよっていうことなんですね。もう素直に自分らしさが発揮できる環境であるということが、まあ、重要ではないかということです。はい、そしてまた元に戻りますと、未来を仕掛ける人を育てる6つのポイントの2番目として、皮膚感を持って価値を生み出すことを理解する。まあ、価値を生む、価値とは何か、仕事とは何か、何を行うことが世の中で価値を生み出すということになっているのかということをあんまり考えてないということですね。もうこれは大人でもそうですね。仕事とは何ですかとかね、ここに書いてあるのがなんかすごい面白いなと思ったんですけど、お金をもらうこととか、時間を売ることとか人の役に立つことなどの答えが返ってくることが多いそうなんですけれども、じゃあ失業保険をもらうのは仕事なのか、年金をもらうのは仕事なのかとか、人の役に立つっていうのが、人に親切をするのは仕事なのかというと、まあそうではないということで、仕事の本質は何なのかということです。ここでは物理の、中で出てくる仕事イコール力かける距離ということで、力かける距離、距離って何ですかみたいな感じなんですけど、単なる努力、試み自体には意味がなく自己満足、浪費に過ぎないということで、ただやりました結果が出ていませんっていうのはもう単に自己満足でしかないということなんですね。これはもう仕事以外でもありますよね。ただ単なる自己満でやってるだけですよねみたいな、やった気になってるだけですよねっていうことが、まあちょくちょく見受けられるんですが、そうではなくって、やはり生み出す変化がなければならないということです。で、生み出す仕事の大きさは、どれだけ大きな存在に対してどれだけ勢いよくどれだけの変化を引き起こしたか。だから自分は、まあ、これ今後の、ね、未来を作る人材を育てるという意味なんですけれども、自分はどういう変化を生み出したいのか、で その変化を生み出すためにはどんな力とか技とか、それがいるのかっていうのを、そういうことを少なくとも義務教育が終わるまでに一度は考えさせておくべきだということなんですね。いや本当、いやすごいですね。そんなこと私中学時代考えたこともなかったですよね。自分が世の中に対してどういう変化を生み出したいのかとか、ね、
そのためにはどういう技なり力がいるのか。まあ、今の10代以下の子どもたちってね、やっぱりちょっと違ってきてるんですよね。何でしょうね、20代前半以下ぐらいが結構違ってきて、やっぱ世の中のためになりたいとか貢献したいっていうことを考えている人が多いように感じています。まあみんながみんなじゃないとは思うんですけれども、そういうことを考えている子が多いかなと思っていて、まあ、そういうもともとの資質的にあるものに対して働きかけをすることによって、じゃあ自分はどんな変化を、世の中に対してどんな貢献をしたいのか、どんな変化を生み出したいのかっていう、こうイメージを持ってもらって、そのために具体的にこんな技術が必要ですよね、こんな勉強する必要がありますよね、こんな人たちとつながる必要がありますよねっていうことを、その時すぐできなくてもいいから一回こう考えるとか、まあ一回じゃなくてもこうその考え続けるっていうようなことをその若い時に知るっていうのがいいんじゃないかと思います。はい、3つ目です。サイエンスの面白さと意味への理解を深める。まあこれはそうですね、自然ってすごい複雑じゃないですか。すごくこう複雑な自然の中からパターンを見出すことがサイエンスの根源であるということなんですね。複雑なものの中にどんな秩序があるのか、パターンがあるのかっていうのを見出すっていうふうに考えるとですね、まあ、サイエンスってすごい面白いですよね。で、なんかこう理科の年表を覚えるとか、なんでしょう、その原子記号とか覚えましたよね、なんか順番にこう、ああいうの覚えることがそのサイエンスではなくて、もうそれはもう今調べればすぐ出てくるわけですよね。なんか図鑑見ればわかるとか、そういうのをやみくもに覚える必要はもうないわけですよ。ですから、そのサイエンスとは何なのかとか、各分野がどんなふうに関わり合ったり広がっていってるのかとか、そういうものですね。あと各分野での主たる問いはどういうものなのか、何を中心としてその分野っていうのはこう発展してきているのかということですね。あとはそうですね、今後課題となる、今後というかもうすでに問題となっていることが明らかな、地球と人類の持続可能性の深刻さをしっかりと理解しておく、SDGs とかね、ずっとまあ何年か言われていますけれども、まあ本当にやっぱり気候変動はかなり重要なテーマですよね。やっぱりここ何年かものすごい日本でも豪雨が起こったりとか、台風の規模ももうなんか超大型台風みたいなのになってきたりとか、何十年か前、20年、10年、20年前はこんなに毎年来なかったでしょうっていうようなものが、もう気候変動によって、まあ毎年来るような感じになっているので、まあ、そのあたりのこともしっかりと考えていかなければいけないということです。はい、で4つ目が、夢かける技術かけるデザイン視点で未来を作る教育を刷新するということなんですね。で、ここになんか東急ハンズが生まれる際に作られた企画書の中の一文っていうのが最初に書かれてるんですが、あらゆる文化は手によって作られる、真の創造は最終的には手によってなされる。手を忘れることは文化の原点を忘れ、人間性を見失うことである。このプロジェクトは手を通じて新しい生活のありさまを提案し、文化の本質的な復権を願って建てられたものであるということで、まあ本当この手を使うことって、まあ学校の中では図画工作とかね、そういう美術とか技術とか家庭科とかそういうところにあるんでしょうが、デザインっていう考え方、そのデザイン力を育成するっていうことがあんまりされてないんじゃないかと。もうデザインって言ったら、まあ、図画工作の中のデザインって言ったら、なんかポスター描きましょうみたいな感じになっていたりとか、なんかそういうものよりももうちょっと、いろいろこう手を使って、やっていくことを考えるといいんじゃないですかということです。まあ、とにかく日本の教育の中で手を使う部分が徐々に弱まっているように見受けられるということですね。
ですね。そう、デジタルネイティブな人たちに対してやっぱり図工とか技術芸術系だけではなく、あらゆる科目でこれまで以上に手を使うことを大切にしていくべきだということですね。もうそういうデジタルの本はもう家でもずっと使っているから、実際にこう手を使うようなことをもっと増やしていったらいいということです。それからやっぱりこの技術、データ ×AI のそういう技術が世の中にどういうふうにこう役立っているのか、実例を多く見せて実感を持ってもらうということが重要。これ本当そうで、私大阪大学の大学院のオープン講座、公開講座みたいなのに去年一昨年と通っていたんですけれども、その中で最先端技術のことを聞くわけですよね。何でしょう、高分子ポリマーとかで、なんかその分子の話とか聞くんですけど、もう全然わかりませんみたいな感じなんだけど、実はこれがこういうところに使われていますって聞くと、もう海底ケーブルの修復に使われていますとかって聞くと、おっって思うわけですよね。実際に自分の生活のどこに役立っているのかとか、どんなところでその最先端技術が使われているのかって知るとね、すごい興味が湧きますよね。こういうことも重要でしょうということです。はい、そしてやっぱり大切な夢を描く部分の育成養成が足りていないということですね。やっぱここは本当に重要ですよね。なんか、いや、都市計画とかもね、なんか割とまあその時その時でされてきていますが、やっぱり未来への意識っていうのを高めていって、未来への想像力を高めていって、自分たちの未来空間どうやって作るかを考えるっていうことが、まあ、これからの世代にとっての価値創出そのものだということです。はい、そして未来を作り出す人材を育てる時のポイントというので、5つ目、道具としての世界語を身につける。英語とか中国語とかですかね。でやっぱり日本の英語教育って、ちょっとずついろいろ変わってるのかもしれないですけど、やっぱりなんかこうあり方がなんか、なんか違うんじゃないかっていう、これだけ英語やってるのに喋れない人がこんなに多いというのがおかしいですよね。で、読むとか聞くとかそういうインプット側が多いんですが、書くとか話すとかアウトプット側のスキルトレーニングっていうのを、やっぱりガンガンやっていく必要があるでしょうということです。あとは本当に論理的に考える、自動翻訳とかね、もうすごい発展してきているから、すごいいいんですけれども、もうそれで別に英語とかできなくてもいいといえばいいんですが、ね、海外の記事とかもあれですよ、もうパソコンでなんか自動的に翻訳するようにしてたら、そのページ開いた時にもうすぐ日本語に訳してくれてたりとかするんで、なんですが、なんでしょうね、発信が弱いですよね。だからリーダー層はやっぱ英語で発信できるとか、中国語で発信できるとか、そういう世界語で発信できる、論文が書けるということがとても重要ではないかということです。いや、中国はね、ちょっとこれを書かれた時の見立てと、もしかして結構変わっていくかもしれないんですね、中国に関しては。ただやはりそうですね、やっぱり中国語で出ている論文っていうのがすごい多いですから、そのあたりとかもこうそういう上のトップ層の人たちは読めたりできるといいんじゃないかと、ある程度ということです。はい、そして6つ目がアントレプレナーシップの素養、起業家としての素養ということですかね。事業を生み出すための基礎素養です。なかなかやっぱりこう自分で起業をするっていうこと、顧客を想像するとか、そういうことって、普通に会社勤めしてたら考えたりあんまりしないですよね。雇われ側というのと、起業していくっていう、その、やっぱり起業家を目指す人とかも増えているんですが、イノベーションは何なのかとか、ビジネス課題っていうのはどういうものなのかとか、事業をどのように作るのかとか、収益、売上と利益の違いとか、抑えどころは何なのかとか、
事業を率いるためのマインドはどういうものが必要なのかとか、まあそのあたりが何でしょうね。私はこう一人でこういう感じで仕事を始めても10年ぐらいになります。でその前は何だろう、 半分自営みたいな感じで、結構十何年もやってきていて、自分で顧客を作っていくっていうことはずっと考え続けてきているんですけれども、どういう価値が、提供できるかとかっていうこともずっと考えてるんですけど、そういうのって本当やっぱり機会がないと考えないですよね。例えば会社員の人だったら、自分は会社に対して貢献をしていて、その貢献によって、インセンティブとしてお金、給料がもらえるっていう、その仕組みをね、もうしっかり理解して、会社があって、お客様がいらして、こちらがお客様ですっていうのは、確かにそうなんですけれども、雇われている身としたら、自分のお客は誰かと考えた時には、それは会社だったり、社長なんですよね。だからそこに対して、しっかりと成果を出す。貢献をするということをすることによって自分はお給料がもらえるということを理解するということですね。他には、その若い人たちはそういう起業している人とかと知り合う機会を増やしてその話を聞いたりするとね、いいんじゃないかなということです。はい、じゃあ、今日の内容はそのぐらいです。なんかコメントが入っていたようなのでちょっと見ます。いや今日は大阪も雨が降っていてなかなか梅雨が明けないですが、はい、若い感性大切ですね。そうですね、友人の家が留学生を受け入れていて時々私も雰囲気を味わわせてもらって楽しかったです。あ、そうなんですね。そうそう、なんかね、留学生が家にいるとなかなかちょっと違う文化が入ってきて楽しいです、ね、もしかしてこう流れてしまっているのかもしれない。後でちょっと見ます。日本の教育本当に変わらねば、やっぱり構造心理学は必修そうですね、そう、構造心理学のね理論が、もっとなんか広まるといいなと思います。本当に何によって個性が奪われてしまっているのかとか、何によって成果が得られない仕組みになっているのかとかね、どうやったらもっと自分らしく生きていけるのかっていうのがね、すごく構造的に分かるのでね、いいですよね。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございました。